ついに今戻ってきましたね。会う人会う人で翔さんだねしか言われたことないです。僕の子は22と、あ、そんなでかいの？何歳の時の子？みよちゃんと同じです。あ、そう、しかも下がら。お前はこれまだもうちょっと先です。その波に乗りますって言ってたんですよ。ちょっと早すぎました。お前何と褒めるだよ。そうだぞ、やべえぞ。ちょっとお前のお見合い企画やろうよ。お見合い企画やろうよ。そういうことお前難しく考えすぎやろ、ほんとに。何してるの？何してるの？お疲れ様です。お疲れ様です。よし、一気に声小さくてピンチだけ撮ってる。カメラも朝そうです。ちょっと透かしてるんですか、カメラ回って。そっち何キャブなんですかそれ。ついに今戻ってきましたね。相沢さんのキャラがよく分かる。なんかいいことが続いてる。リエピーも満足してる。あー、ミオ戻ってきて、まあイエスマンみたいな言い方しちゃって。お前も子供何歳？もう9ヶ月。え、9ヶ月。あ、まだ9ヶ月。いびきがなくてよ。ね、投げないで。ね、じゃあ最初は大変。一生懸命叫び続けてるから。めっちゃ笑顔。叫び続けるから。楽しいね。怪獣だから。勝負取るよね。似とる。だから会う人会う人で翔さんだねしか言われたことないです。え、でもちょっと落ちさん。え、そう。それ落ちさんやっぱ似とる。俺はなんか落ちさん目元が。たまに言われるんですよ。今何？さ、育休産休って何？いつまでの？誕生日の前日でしたよね。この子の誕生日の前日。1年やな、育休は。そうです。基本的には産休が3ヶ月前。三ヶ月。いや、そんな二ヶ月。六週前か。で育休で。産休で6週前から入って、で生まれる6週間前まで働かなかった。6週の生まれた8週だっけ？ 6、8だった。確か。生まれはこれ。まだもうちょっと先です。だけど子供らしいよな、うちら。そうですね、本当に。こいつのところ順番に。事務員さんで一人一人。事務員さん、だって今戻ってきてるから。あ、そうですね。で、その波に乗りますって言ってたんですけど、ちょっと早すぎました。波止めましたからね。実際子供おるでしょ。で、子供今何歳？僕の子は22と。あ、そんなでかいの？何歳の時の子？19です。19か。22と22、今年23と今年20歳です。男？だって私と同じですから。みよちゃんと同じです。あ、そう、しかも下がな。みよ23だったから上が一緒なの。俺も23か。相田さんは何だっけ、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 自分の子供だったね、いくつの子供だったけど。おお、連続だったよ。21と、だから18。子供？18。奥さんいないでしょ、でも相田さん。奥さんいないでしょ。戻ってきてるから。ゆうやさん子供いくつ？お前子供何歳？中2と中1と小学校。実際どうなんですか？子供はそのぐらいとしてもいらんから行く？家族で。あんま減りましたね。減りましたね。もう何、子供も何、お父さん嫌だみたいな感じ？嫌だっていうより、まあ自分たちそれぞれそこ世界ができるっていうか、それぞれの。まあそんな昔に串田さんと一緒に飯行くぞとか。1週間に1回飯食えとか、まあ、たまには行きますよ。その家族でご飯っていう感じ。あ、行くんだ。それはもうそのルーティンがしょ。ルーティン給料があって決まってるんじゃないですけど、給料には絶対家族で飯行くとかさ、誕生日とか絶対集まるとか。誕生日はじゃちゃんとやってますね。この正月は、正月はまあ実家の方戻ったりとかするんで。あ、絶対に来いとかそういうのね。一緒には行きますよ。帰ってこいよ、正月さん。遊んでるでしょ、若いと。一応来ない。そうじゃない、形が。いや、分からん。美は絶対家族が、家族絶対だったから。家にいないとダメ。正月は絶対おる。そうそう、遊びに行っちゃいけないから。集まってみんなで顔揃えてからだったらどうぞだけど。うん、正月は絶対集まるよ、みたいな。家におらなきゃダメだぞ、みたいな。あ、マジ昭和の。ヤクザなんだよ。お前とこの代わりに、ちっちゃい？何歳？Thank you.
中学校と一番下が小6ですね。中学校と一番下が小6です。あ、中学校は多分全然か。中学校、いや、女だろうしょ、こんな上は。いや、全然今か家ばっかっす。中学校だよな。中学生が一番遊びたかったんじゃないの。だけどその不良じゃないからに勝手に言ってたよ、あの人。勝手に言ってたよ。だけどその夜帰ってこんとかないの。まああった中学。いや、要はもう門限決められてるんで。何時だったの。7時とかですよ。はい、やっと待って。それ超えたらもう家入れてもらえないから。彼氏はその年なんか年上の彼氏はいないです。今ださ、庭だけだけど知らんだけです、絶対知らんだけど。みんなはそれ心配があるよね。男だったら別にいいじゃん、何やっててもいいけど。まあそうっすね。女だとか変な男に捕まったら、別に彼氏だったら別に俺は何も言わんけど、うん、多分いないと思う。お母さんそう思いたいじゃん。そういう風に聞いとる。あ、好きな男多いんだね今。好きなのも多分いないです、ね、いや、それはないでしょ、お前。年頃だから。いや、だ年頃だもん、今なんか推しみたいな。ああ、それだったらでも好きな人とかできんかもしれない。あ、芸能人。そうでしょ。だって、今ずっと好きな人いなかった。やばい。まあ、マジで。その芸能人が好きだから。あ、そうそう。それ以上の人が見つからん限り無理だ。学校の友達のこと好きにならない。ならん、かっこいい。同じクラスの子とかね、ちょっと手がぶつかったとかさ。あ、そんな、小学生じゃないんだからないでしょ。大丈夫。あ、これ落としてたよみたいな。またお前だなじゃん。だって実際じゃん、今もう子供以外いないんじゃん。でうちの会社に。お前以外いないんじゃん。でも岡部さんもいないし。あ、芝原に行ったら。でも芝原岡部さんだけ。うん。そんなんか。あ、そう。残りわずかって感じだね。だってあの手だけ結婚しちゃう。簡単ですか、結婚できるのと思うけど。そうか、でも小でもそうだもんね、子供を作って。お前とだもんな、だってお前もやって出会えなかったの。来てどれぐらいで付き合ったの。だってどれぐらいだった。来て1ヶ月ぐらいで。1ヶ月しかも俺連れの娘だった。1ヶ月超打ち込んだよみたいな感じだよね。結局結婚だもんね。いや、絶対結婚なんかすると思わなかったわ。思った。誰も思ってないですよね。思ってないよ、ショーのな、最後に言われて。貸し作りに来たの、ここに。もう、まあ、ちょっとそれはあるかもしれない。そういうことだよ。こういう勢いがいるんだって、お前。お前、全然もう、お前の、お前のもう姿勢がダメ。はい。もう、今でいい姿勢じゃない。はい、はい、はい。まあ。そんな白目向いてないけど。あー、みたいな。そうだよな、こういう勢いがいるんだろうな。そうですね。お前なんかすげえ考えちゃうだろ。なんか理想が高い。しかもいつもじゃあ考えすぎちゃうんだろ。スペックでいっちゃうんだろ。もう勢いでピッてチュッてできないんだろ。そういうのね、騙されたとかなっちゃうんだろ。騙されたいやいや、やめてください、そんなんじゃないんだよ、私とか言って。いや、まだちょっと順序がなっちゃうだろう。なんか3回ぐらい会わないとキスができんとか。そういう女おるじゃん。いや、そういうタイプではなさそうって言う。あ、そういうタイプない。それではない。これでキスするとかでもなさそうだけど、うん、なんかそうだ、順序があるとか。お前らのもう無料のお祈りだろ。1ヶ月付き合ったことはもう出会って3日ぐらい中傷計算じゃないの。間に合わない。そうなんかよ。計算上付き合う前は手出したらやばいって、うん、社長とパパの顔が思い浮かんだらしい、あの人。あ、そうだね。付き合う前そんなのあっちゃう。お前のお見合い企画やろうよ。岡部さんと、うん、お見合い企画で、そういうことお前難しく考えすぎなんだよ、ほんとに。で、そういうのがわーってなるからもうダメだ、お前。世の中はもっとシンプルだから。シンプルだね。いくつ。なんだ。8ですね。もう年頃じゃん。28。今年9じゃないですか。59。もう味噌汁っすよ。そうだぞ、やべえさ。結果お前が責められるね。全然ね、できても全然おかしくない。おかしくない、ちゃんとしてほしいね。ちゃんとしすぎとるじゃん。しすぎちゃっても今のことそういうのが多いんじゃない。でもなんか今結婚率ってすごい高いんじゃない。あれね、年齢ですか。そうそうそう、いや、なんか結婚率が上がってんじゃない。あ、そうなんですか。違う
私は減ってってるイメージでしたけど。あ、そう。だからよしみたいな。いつも下げ止まりして上がってくるんじゃないのか。あ、なんかめちゃくちゃおらん今結婚する人って。うちの会社だけ。なんか目の前からなんかうちの会社がボコボコやってるから、なんかもうやりますやり違う遊ばれちゃえるかっていうぐらい仕事の仕方です。お前のお見合い聞くときちょっとマジでやだ。いいですよ。そういうこと考えすぎなんだよ、お前も。軽い肩の力抜けろ。いやでもちょっとなんかいいです。なんで静かに、あのでもうまくいってねえんだろ、それで今。静かに静かに。あ、彼氏も彼氏ははい、いないです。でもちょっとあるの、そのちょっと今その温めてる人は。いや、いないです。めっちゃ楽しそうな感じだけど、髪型変えたし、急にこの風に暴露させられるんだよ。いいんだって、そういうの別にやっとりゃ減るもんねえんだから。別にまあそうですね、だろう。ちょっとお前難しく考えすぎなんだ。本当に世の中はなんか足し算と引き算だと思うとだろう。違うから掛け算だから掛け算だじゃあポンってなるから。本当になんか何でもそうだよ、人生って。ほんとこういう風じゃないからね、こういう風じゃないから。あ、悪い時は悪い。もうほんポンってなんか、なんか全然分かってないよ。じゃあ本当にそうだな。分かってないよ。分かってる。分かってる。分かってる。いや、本当ふとしたもんだから。別になんかあーって一番なんか俺本当にうまくいかんなと思ったらもうポッて感じだから。そんな気になる。じゃあ別にお見合い企画やることでなんかあれなのか。本当に本当にこれは本当にそう。だからじゃあ俺がさ、じゃあまあ依頼したくてもいろんなこと失敗してるわけ、社長っていうのは。だけど、失敗したからってじゃあ違うものにつながっとるわけじゃん。だからその表面的に見やその人からしたら、じゃあそれは失敗に行かんことだけど、だけどそれだけじゃない、なんかいろんなものがあって出会いとかあるわけじゃん、仕事って。だからそのお前もお見合い企画をやることで別にそこでじゃあ出会うとか出会わんとかじゃなくて、そこで何かが生まれるわけとかあるじゃん。これちょろは本当なんだよ。だからそれを断ち切ってからマジで。だからもうまずはお見合い企画やろうか。面白いやろ、でも。いや、それで、じゃあ、それで、そういうことをグッてなる気持ちが、まずは、そこをやっつけないか。お見合い企画だろうが、何企画だろうが、何でもいいんだ。最近いいんですか、YouTuber もやってるんですか。そうそう。YouTuber? 彼氏募集してもらう。そう考えたら、こいつってなんか前向きじゃん。とりあえず、お前、今回やってよ、お前。しかも、勝てないやつと、お前。さあ、絶対分かれるでしょ、ってやつと。いや、ここなんか、気合えるぜ。行きますから。いや、付き合えるぞ。一応、見届けせないです、こういう人がいいと。じゃあ、俺が連れてくるぞ、マジで。おじさんはやめよう、さすがに。何歳まで？え？35。35？はい。まだ？行けるか。それ面白い。いや、全員されるでしょ。35歳までの、あの、緑が好きになりそうな人を連れてくる。こっちが連れてくる。4名出てくるから。4名出てくる。4名の時一人一人デートして、で一応動画撮って、うわ絶対嫌だ。いいね。ダブラとかも連れてくる。そうそう。NG っすよ。どっちして NG っすもん。はい、じゃあまあね、恋愛は大事なことだ、もう本当ね。男と女のあれだから、視聴者の皆さんも、まあ、ね、これから、まあ、あんまり携帯ばっかりいじないように、YouTube ばっかり見ずに、きちっと実恋愛をして、いっぱい子供を作ってください。少子化の少子化ね。これは明るくなるしね、みんな子供を。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。せーの。バイバイ。